イアンドロー。さあということで今回新しく作ったのは年号ハイアンドローというゲームでございます。すでに実践動画の方は撮りましたが、まあどういうゲームかと言いますと、はい、例えば平将門のなんというのが最初にありました。このカードが出て、このカードが出て、そして次のカードこちら方言の乱が、この平将門の乱よりも後ろか前なのかを随時当てていくというゲームです。平将門の乱がこれは久美子さんで覚えて935年で、方言の乱が武士の活躍いい頃だで覚えますので、まあ、これは後ということになりますね。じゃじゃん。まあ、これで、後ろに年号の数字が書いてありますので、まあ、確認ができます。935E5E1156。で、さらに、じゃあ次が、次のカードが、兵士が滅びる。源頼朝が守護地頭を置く。こちら、最新ね、話題になってますね。1185。いい箱で覚える年号でございますので、方言の乱の後というふうになっていきます。まあ例えば次ですね、藤原の道長摂政になるが来た場合、これが遠い昔に道長威張る1017年なんで、方言の乱と平将門の乱という形になります。このように年号のハイアンドローを当てていき、まあ対戦の場合はね、最初に3回間違った人の負けという形になります。これが新企画、新カードゲーム、年号ハイ&ローでございます。では次からは実践編に行きたいと思います。先行後攻だから。あ、はい。まあいい、はい。じゃあ先行スイマ。おう、これ簡単です、ね。ずるい。はい。織田信長は足利尊氏のロー。あとでよろしいですね。はい。ここじゃあとね。じゃあ、こうですね。そんな気がします。はい、コンデーネ資材の方は前前、これどうすかね、その場で答え合わせやってった方がいいのかな、出会えてわかんないです。そうだね、まずこれが1338でした。はい、はい、そして合ってますね。はい、1573。はい、コンデーネ資材の方は743年。よいしょ。さあ、だんだん難しくなります。はい、こっち見ちゃダメ、見ちゃダメなんですか。見てもいいよ。難しいな、これは。これはゲームっていうか、本当に知識だから。でね、はい、いいですか、そこで。イエス。兵士が滅びる。次。これはまあ、見して見して。はい、まあ、これ、鎌倉時代の最初ですから。なんだっけ。兵士が滅びる。あ、滅びるですよね。はい、滅びる。これは地味なゲームだな。滅びるんだったら、わかんない、こう。ね。お、答えは、そんな気がするんだよ。正解。おお、よかった。今とこ、のみ、ノミス、ノミス。これね、大法律令、大法律令、大法律令の制定。律令の制定、俺ね、年号言えるんだよね。701年だよ。おお、ほら。素晴らしい。なぜだ。人心の乱。はい。人心の乱。わお。いきますよ。人心の乱でしょ。この辺でしょ。ここか、ここな気がする。いや、いや、人心の乱っていつだよ。ここじゃ、え、むず。はい、ここ。お、じゃあチェックしてください。答えは、残念。え、そうなの。残念、バツ1。待ってしまった。一気。バツとか、まあ覚えてるんだよね。方言の乱、方言の乱。これは間違えるね、確実に。平時が滅びる、だから、多分ね、源と源、平の木、ちょっと分からんなぁ。ここお、じゃあ見てください。はい、いい頃だって思います。残念。よしよし、それが平時の前だろ。え、これに勝って、たい、まあ、後で答え出ちゃうからね。はい、やった。
何これ何これ何これ何つうんですか。文明の駅フビライハン剣軍が来たんですね。じゃあ鎌倉の最後ですから、鎌倉の最後ね。じゃあこうじゃないですか。おこれが1274、1237、よし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 。さあだんだん難しくなってきます。そしてスペースがなくなってきた。平野正門の乱ですって。平野正門の乱。いやわかんねえ。いやらしい。婚礼永年資材の方は、いや難しいな、ね、難しい。でも平野清盛ここだからね、正直これ1100何年なんだよ。ライフ1個吊るしてだよね。さあ答えは、でででお、これね奇跡的に外れるね。全然違います。この辺じゃないですか。さっき見たじゃん。だって1000何年つってて、なんで手前にすんだよ。え、これ1000何年で取材の方だって700なしさんだった。見ればよかったよ。ああそっか。あ、毎回見よう。平野正門の彼女は久美子さんって覚えます。935年。優秀だね。これ見ればよかった。はい、あ、これは簡単ですね。うまい。じゃあね、R じゃあね藤原道長摂政になる。藤原道長摂政、摂政になるっていう、摂政になる、摂関節摂政。え、俺ちょっとわかんない。知的だな今回のゲームは。わかんないな。頭の良さが分かってしまう。いや、わかんないな。これは忘れちゃまずいんだけどな。え、これ年号覚え方ありましたっけ。ありますね。え、いや、俺もわかんねえ。藤原、まあ、あと時代で大体流れて、こいつはこの時代だからってやるしかないね。藤原ってどこでできたか忘れてた。それは手術とできなすぎでしょ。あ、マジか。平安なんだ。この時点で平安がどこかもわかんない。え、マジで。じゃあ俺はここで、おう、まあまあこれで。さあ、じゃあ答えめくってください。おう、あれ1016年です。だよ、遠い昔に、遠い昔に。あ、言ってたわ。道長威張るなんで。ここが、ここです。やったじゃん、これ判定簡単じゃん。つる、お、卑弥呼が、それはね、明らかに時代が一個だけ違いますからね。遠い、遠い遠い昔になった。まあ、おい、まあ一応ね、2、3の年にも卑弥呼さんって思います。あ、これはこれあれですよ。なんだっけ、なんだっけ、794年でしょ。見ていく794、ここですね。はい、あ、これはサービス問題でしたね。やったやった。さあさあ、今どっち、22だっけ。22ですね。 あと、じゃあ先に間違ったの負けだわ。平清盛太政大臣は分からんて。まあ、歴史の王になるんですよ。平野清盛ですって。もうね、平野正門の乱の次だよね。書いてね、平野清盛。1156、1016。ってね、平野清盛書いてあるしね。ってことは、いや、わからんね。これはミスったな。やったぜ。これはね、負けちゃうかもしれない。でも、150年あるから。150年あるから。150年。こっちと。うわ、108。え？ああ。30年だから、ここにしとこう。そう、じゃあ答えどうぞ。あぶねー。あー、残念でした。うそー。あ、ほんとだ、よかったー。はい、あ、負け。うわ、やったー。だって、方言の乱で勝って平清盛は太政大臣になったんだよ。はい、覚えようね。はい、ということで今回の自滅のような日やすいけど、今回の勝者は日焼け推しの人でした。強い、やっぱ俺は